God. Oh. Hello there. Adios. なんだかいいのが来そうな予感。
物資投下開始。すごい、超レアじゃないですか。出ました、物資出ます、出ました。出ました、物資特盛りです。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるしね。
スーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。地上でモビルスーツの足が壊れるとまともに移動ができなくなるから、脚部の損傷と負荷には常に気をつけてね。逆に敵の脚部はガンガン狙ってこう。バズーカみたいな一撃で敵の体勢を崩せる武器は足止めに持ってこいだけど、マシンガンみたいな手戦場ではモビルスーツから降りて行動するのも重要。制圧や美だよ。極めるのが大事。自分の役割が明確になるし、地上でモビルスーツの足が壊れるとまともに移動ができなくなるから、脚部の損傷と負荷には常に気をつけてね。逆に敵の脚部はガンガン狙ってこう。主役はモビルスーツだから、まずは操縦をきちんとマスターしてね。モビルスーツには3つのカテゴリーがあるから、有利な相手と不利な相手を見極めるのが大事。自分の役割が明確になるし、だけど機動性やるね。地上りの脚部はガンガン狙ってこう。照準を自動補正してくれる便利機能だよ。威力が低くても命中率がアップすれば役に立つから、初心者には AS。なるべく間もなく目標地点に到達します。モビルスーツ隊の皆さん、出撃よろしくです。
死んでいる。称賛されました、称賛されました。今回の戦闘報酬です。